はい、始まりました丸太田ラジオ。プライドがあるというところから始まってきましたけれども、今週もやってまいりました、はい、バレットのスタジオからお届けしております。じゃあダメだよ、ちゃんとあれイントロちゃんとしないと厳しいですね。マルタタイムズラジオですね、マルタ在住者のマルタ在住者によるマルタ在住者のためのポッドキャストではありません。マルタタイムズカンパニーをお届けしているコーというポッドキャストです。ということで、バレタのスタジオからお届けしております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、ちょっといつもと冒頭違いますけれども、盛り上がってましたね。盛り上がっちゃってましたね、ちょっとエンジン、ね、本当にこう今回ね、タイトルにもありますけれども今週のマルタと、あとはそのトークテーマがですね、まあ、ほぼほぼ同じというと。そうだね。先週ね、ツイッターの方でお知らせしておりましたけれども、はい、マルタにいる日本人が集まってね、まあ、ミートアップみたいな感じで、うん、まあ、みんなで海でも見ながらチルしようよみたいな会が行われました。ほうじゃないのよ。ありがとうございました。ありがとうございました、皆さんね。まあなんかね、僕が思いつきでね、パッてソーシャルメディア上げたら、なんかね、いいじゃんって感じでね。そうそう、結構来てくださってね。ね、なんか、あ、やっぱりみんなこういうの欲しいよねってやっぱ思ったもん。そうだね。やっぱそうだよね。だって、そりゃそうだよって思う。うん。ね、結局多分ね、途中で入れ替わりとかもあったけど、まあ合計で20人ちょいとか2、30人ぐらいいたんじゃないかなって。噂によると、150人ぐらい来てたっていう噂は、それはなんか噂記憶ないらしいんで後々触れますけど、このオーガナイザーの記憶ないらしい、あの日の記憶はあるわまあね、結構本当にありがたいね。ありがとうございますですよね。ありがとうございましたし、普段なかなかね、会えない人とかも多かったから、うん、会えない人同士で喋れたりとかして、そう、皆さん楽しかったんじゃないかなと思います。そうそうそう、僕たち自身も楽しかったんでね、うん、ちょっと今せいや怪しい顔してますけども、いやいやいや、よかったなんかね、良かったっていうのは、なんだろう、やっぱりニーズがあったよね。あったよ。だってね、あって2日前やね、あれ。そうだよ。2日前にツイッターでポンと告知しただけでね。ね、6の告知もそう。6の、だって俺がただ単に、やったらどうかなって言って、別にさ、なんか別になんか企画したわけじゃないじゃん。うん、そしたらね、意外に多分8000ビューとかじゃない、ね、そう、結構 ね、インプレッションも上がってて。それでみんなわーわー盛り上げてくれて、ね、そうそうそう、まあ、だからね、予定合わなくて来れなかったっていう人もいるだろうし、うん、また次回ね、声援はしっかりとやりますんでやるのはシューティーだなんでちゃんとオーガナイズなシューティー。何言ってんのよ。僕はパッと思いつくだけでパッと思いついてパッと帰りたい。そう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 、パッと行ってパッと帰るっていうのがそのスタイルなんだ僕は。そうですね。まあこの間最後まで行ったから。あ、最後まで行った。結局何時ぐらい？結局9時ぐらいかな。あ、そう。8時半過ぎだったかな、うん、まあ大体暗くなってきた感じ、うんうん、完全にもう太陽沈みましたって感じの時に。いいね。そうそうって感じ。まあその後ね、多分行きたい人たちと行きたい人たちで、そうそうそう、飲みに行ったらしてたと思うから、まあ、いろんなね、楽しみ方だったりとか、本当に友達作りのね、ヒッポになったらね、よかったね。なってたんじゃないかな。どう、結構さ、みんなもね、コミュニケーション取ってたっていうか、うん、楽しそうにワイワイやってた。まあ、新しい友達がね、そうそう、結構みんな初めましてみたいな感じでね、やってたけど、よかったっす。まあ、なんかさっきね、なんか働いてる人間は偉そうだなんて言ってた。いやいやいや、なんかさ、偉そうにしたくないわけ。偉くないからです。ああね、そう。でもさ、やっぱなんか僕がやっぱポッてアイディアを出しちゃった以上さ、なんか企画者みたいになっちゃうじゃん。そうだね。ちょっとね、だからそれに対しての責任は多分、果たせてない。ああ、なるほど。今回ね、タイトルにもありますけれども、次回のミートアップの作戦会議になってますので。そう。だからどういうのがやりたいのかな、みんな。だからそれをこうちょっと話して、で、これを聞いてみんなからコメントをもらおうよ。はい。ね。だからまあ、まず前回。いいね、企画力あるね。まとめる力あるわ。だから前回のまず反省点からいきたいけれども、前回の反省点どうなんだろうね、自分。なんだろう。まず良かったところとしては、今もう何回も繰り返し言ったけど、いろんな人が会えた。うん。で、まあいろんな人が興味がある。うん。ニーズがある。うん。で、実際に友達もできた。うん。良かったよね。天気が良かった。天気も良かった。うん。そう。場所も良かったじゃん。良かったよ。で、お金もかかってないじゃん。確かに。
各個人がね、そう、あ、個人が自分が飲みたい分だけっていうの、これもまたいいよね、うん、あと申し訳ないんだけど、なんか俺がハッシュタグでポテチ食べたいってその時に思ってたのをつけたらみんなポテチ持ってきてくれちゃってて、本当に俺全然ポテチ食べてないっていう、その時本当にね、あの一回刺し殺したらいいかもしれないよだから逆にでもすごいよね、それだからね、あれすごくない、ちゃんとあのハッシュ、あんなくだらないハッシュタグまで見てるんだよ、すごくない、そう、俺いや、ソーシャルメディアの力すごいと思った。すごいよ、本当に。結構みんなね、見てるから。いや、ありがたかった。まあ、ありがたかったよ。で、本当に俺、ね、本来はね、全部じゃもらいますって、食べますっていう勢いでいかなきゃいけなかったわけでしょ。そうだよ、食べますだし、あの、せいやです。よろしくお願いします。何々やってます。いやー、っていうふうにやっぱ言わなきゃいけなかったのが、なんかちょっとね、あの、できない、すかしてたもんね。いや、だからできないのよ、なんか。これだからさ、今ね、聞いてる人たちびっくりしてると思うけど、えみたいな、せいやさんが何言ってんですかみたいな、あんだけさ、ロン毛のブログとか行ってブランディングしててさ、結構だってさ、あの日もさ、ブログ見てましたとか言うの多かったでしょ、それでいて全然話してくれない、ね、もう向こうも拍子抜けよ苦手になっちゃったのかもしれない、そういうのもしかしたら、うん、だからどうしたらいいか考えよう、そうだね、今回は考えよう、どうしてほしいんだかね、みんなね、ああいうのはまずいいよね。そのきっかけがあるじゃん。会が開催されるっていうのはありがたい。そうそう、きっかけがあるじゃん。言い訳にもあるし、それに似てるし。ですね。あそこでこう話してくれる人もたくさんいるからね。うん。いいんだけど、まあ、一つ、そうだね、今回は本当に自由な感じに。そうそうそう、もう完全に全部自由。そう。やっぱりどうしてもそうするとね、もともとこう、一人で来た人とかは、まあ、どうしても誰かと喋んなきゃいけないけど、うん、グループで来た人とかは、やっぱグループで喋っちゃったりとかね、するっていうのは、まあ、当たり前だから、うん、そこをね、やっぱりこう、あの、せいやがね、うまく回すっていう、そういう手はずだったんだけど、そうだったの知らなかった俺。俺だってツイートしただけだ。いやいや、ポッてあげただけでもそう喋って。ツイート、あんなに気合入ったツイートね、勝手にされたらもう、いつされるか分かんなかったからさ、俺反応するの次の日になっちゃったからさ、そうだよね、思わず結構そうだったんじゃない、そうだったよ、だから本当にもうもっとね、こう西洋がこう肩ぶん回して気合入ってくるのかなと思って、まずあの遅刻してきたでしょ、遅刻じゃない、だってあれも僕はね、とかだから、16時とかだから、あれね、やっぱね、みんな戸惑ってる、で、俺で10分ぐらいだよね、16時10分ぐらいだね、あの前ね、海入ってた友達と、こういうことやってるからね、近くで出るよね、そうで、だからそうだって、僕ってなったらみんな集まって楽しいんじゃない、はてなだから、それがまずね、やっぱこう補填を張ってるのよ、やっぱりね、あの、アンパ守りに来てるから、確かに、やっぱ何時から何時までって決まってる方が、まあ、日本人の集まりだから、確かに、やっぱ遅れてくる人は別に全然いいと思うんだよね、うん、ただこう何時からって決まってて、みんな結構ね、ね、自分のように来てたよ、もうだって6人7人ぐらい最初だって、俺はちょっとあえて意図的に遅れていったの、うん、5分ぐらい、うん、あのちょっとすかして入ろうかな、うんうん、来ましたよ、うん、タートルネックぐらい、うん、そしたらさ、もう結構いてさ、いや、そうだ、みんな絶対オンタイムに来ないと思った俺、来てたよみんな、だって16時から適当にって、あくまで16時ぐらいからっていうニュアンスだったから、やっぱりみんな集まってさ、どこにするみたいな、なるよね、待ってたから、え、やべえ、申し訳なって、そうそうそう、すいません、海入ってました、まず、海入るのやめるってと今現在ね、海入るのやめるっていうと、そう、ね、まあでもどうだろうね、あのフリーで自分が飲みたい分だけ持ってきてくださいとか、それいいよね、別に会費とかないしさ、準備する方もないしさ、ないね、あれ良かったね、会費がないのはね、だからもっとあれかもね、だからその持ってくる分にはいいけど、まあ僕らはもうちょっと予備程度ぐらいで持ってても良かったかもね、持ってきた、俺はちなみに、あ、いやでも僕はね、持ってきてた、あのソフトドリンクね、コーラとかキリンとか、はいはいはい、あげたよ、ああ本当、誰か欲しい人、あ本当、俺は一応手に持ってこれる分ぐらいのビールを持ってきて、あ本当、知らなかった、配りました、ありがとうございます、そういう感じかな。そうだね。であとも本当に積極的な人とかをさ、途中でこう買ってきてね、配ってくれたりとかしてて、うん、そうね、そんな感じだったよね。本当にいい感じだったな。あとね、もうちょいあれだね、スピーカー忘れた。誰か持ってきてる、ね。忘れたっていうか持ってない。あ、持ってないんだ。そう。スピーカー持ってないの、海行ってるの。そう。腹立つわ。何しに海行ってるの。だからそれも必要じゃん。そうだね。でも誰か持ってきてたよ。持ってきた。
だから、なんかさ、持ってきてくれたら嬉しいものリストとかもね。あ、ハッシュタグにしよう。ハッシュタグに、ハッシュタグに。そうしよっか。そうそう。俺、ポテチじゃないんだよ。食わねえんだから。確かにね。そう。ポテチはいらないんだよね。あ、そうだね。あと何？何？どうしたらよかった？やっぱりあとは、そうだね、その、さっき言ったけど、どうしてもこう、一回、はじめましてって言って話すと、その人がずっと喋っちゃうから、なんかグループができてたよね。うん。やっぱそれをこう、改善するためには、もう最初からこっちでグループ作っちゃうっていう。ああ、ちゃんと仕切ろうとするとね。そうだね。席とかを決めて、で、まあ、定期的に回していくとかね。なるほどね。そういう感じにしていくと、まあ、みんなとまんべんなく喋れるんじゃないかなって思うし、ね、まあ、そうじゃないにしても、まあ、せいやが一人一人声かけて、どうみたいな。え、シューティーすごい良さそうじゃん。ま、で、やるの。だからシューティーいいじゃん。いやいや、これ違うんだよね。俺は、表回しと裏回しってのがあるから。ああ、ね。適材適所。これが裏回しだから。なるほどね。で、これも公開してるから、皆さん。はいはい、はい。だからもう、これ、せいや逃げれない。確かに。みんな聞いてるからもう。確かに。そうそう。やっぱりね、ああいう場は俺が喋るよりもせいやが喋る方が、やっぱみんなね、あ、生まれたに来たなーってなるよ。あ、そう。なるでしょう。え、だって俺の話なんか重要、なんか聞きたいの？あんなさ、せっかく綺麗なね、海が見えてみんなでさ、チルしてるのにさ、革靴履いた男がさ、フラフラ寄ってきてさ、どうみたいな。それはさ、ちょっともう雰囲気壊すじゃん。あと思った。やっぱりわかんない。国民性なのかな、みんな海がそんなに普段遊びに行くのかわかんないけど、絶対にみんな海で入れない格好で来てなかった。いや、俺結構普通に海入るぐらいの勢いだったの。俺は入ればよかったんですよ。いや、入ろうとしてた人も何人かいたよ。いた？いたいたいた。ほんと？うん。もうこう、もう、誰も水着着てなくないみたいな感じ。冷たみたいな感じで。そんな感じだったよね。そうそうそう。だって俺がまず、もう俺だってタンクトップ水着だったじゃん。うん、まあ、みんなさ、私服だったからさ、そう、あれ時期があれ時期だ。だから、本当にこれはただ海で遊ぼうよっていう。感じだったの。ああ、はいはい、イメージ的には海で遊ぼうよりあそこチョイスしないで。本当にやっぱりね、だからちょっとそれ思った。あ、みんな海入んないんだと。いや、それだったらまださ、ゴールデンベイとかさ、ビビレ、ね、あれビーチとかの方がもっとそういう気にはなる。確かにね。やっぱあのね、こうみんなツイッターで場所共有されたと思うけど、あのスリーマンジムみたいなスリーはアウトドアチームみたいな感じで来るとやっぱりそれは水着でいかないよ。なるほどね。わかんないよ。確かに。あの何その筋肉アピールはちょっとね、いや過ぎたかなっていうところもありますね。なるほどね。どうだった？シューティー的な総括は？でもローラーはね、あの一通りみんなとお話できたし、来た人は。うん、あの、良かったと思うけどね。本当。これから、まあ、中にはね、まあ、みんな、こう、新しい友達同士で飲みに行ったりとかね、プランで買ったりとか、そういう風になってくれてればね。そうだね。まあ、いろんな、例えばさ、留学生とかさ、働いてる人とか、旅行できた人とかで、いろんなね、混ざり合いができるから、ね。そうそうそう、それがいいよね、やっぱりね。働いてる人はやっぱり働いてる人同士ですかね。普段コミュニティがないから。留学生と出会えるのもいいし、逆がめちゃくちゃいいなと思う。留学生が働いてる人と出会えるのもすごくいいしね。ああ、それすごい。なかなかないもんね。で、マルタ好きになったらね、みんな働きたいってやっぱ思うからさ。そうそうそう。で、どんな感じで生活してんのかとかね、気になる。ね、聞けたりとかするから。どうやってね、なんでマルタ選んだ？ああ、そう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 。すごくいいよね。どういう仕事してるのかとかね。なるほどね。だからね、やっぱあの会自体はすごく良かった、ね。いいよね。会はいいと思う。だって、そういうの絶対みんな好きっていうかさ、やっぱやりたいじゃん。でもさ、自分からやっぱみんなを集めるのは、やっぱみんな、なんかちょっと恥ずかしさもあるしさ、あるじゃん。だからそこをね、こうクリアして集めたにもかかわらず、当日喋るのが恥ずかしいとか言ってるからさ。いやいや、恥ずかしいっていうかさ、あの日、だってさ、いた？いや、自分もそう思う。俺、いたかな、そこにっていう。あの日。いたかな、いなかったかもしれない。いなかったかもしれない、ね。もしかしたら。だって、こんなにさ、普段存在感あるのにさ、街とかでみんな見てるからさ、喋るの躊躇するぐらいさ、確かに。オーラがあるのにさ、いなかったかもしれない、ね。あの日だって俺、見当たらなかった。俺、せいやいるみたいな。俺、いなかったかもね。いや、そうよ。生き生きしてた俺、顔。いや、
なんかね、死んでた。死んでた死んでた、死んでたというかね、なんか、生き生きしてた。上の空だった。いや、なんかね、自分もそんな感じだった。なんかあれみたいな。俺、何すればいい、だから、自分が何すればいいか分かんない。自分も、あの、ソーシャルメディアの投稿を見て、自分も参加したい立場の。はいはいはい。分かる？参加者ね。そう。だから、僕に誰かコメントくれて、コメント返したけど、全員がオーガナイザー。はいはい。な空気感がいい好きな。なんか誰かがやってるとかじゃなくて。それやっぱ難しい。だってそれだったら、だから、こんな会開催しなくても、みんな誰とでも繋がれてると思うんだよ。確かに。そもそもこの会を開催しなきゃいけないなとか、やりたいなって思ったっていうことは、ね、なかなかそう、みんながみんなできるわけじゃない。で、みんなやっぱりね、マルタにこう何年もいて、あのロンゲーでしたっけ、あブログの方でね、こういろんな人にこう影響力を与えてる聖夜が声をかけてくれれば、あ、いろんな人が来るかもしれない、でいろんな人と友達になれるかもしれない、で一人では喋れないけれども聖夜さんがつなげてくれるかもしれない、なるほど、ね、みんなそんな期待を持って、はい、あのアウトドアジムにこう行ったらですよ、行ったらポテチも一枚も食わずに海にも入らなければ服を脱ぐわけでもない、いやー難しいっす、難しいっていうのは上の空、完全にいや、いいのよ、素直にこれはもう作戦会議よ、やっぱりね、この裏側を見せるってのは大事だと思う、やっぱりこの聖夜も一人の人間なんですよっていう、そう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 、いや、できるのよ別に、そうね、周りをわーって巻き込むのね、でもなんかちょっと迷惑かなとか思っちゃうよなんかその調子乗ったロン毛がなんか回してますけどみたい な, なんかそうだったら申し訳ないなっていうのもある、だから個人個人でもやってくださいって感じ、どちらかというと、あの迷惑だと思うんであれば開催しないでくださ い, いやそうそう、だからあのさ、場合に空間を作ってあのあとはこの自由ですよ、だからそれ迷惑だと思う人は来ないから、あ、そっか、じゃあみんなそれも別に加味して来ているってこと、来てるっていうことはそれも一つちょっと楽しんで生きてるのよ。あ、そう。せいやさんがこう右肩ぶん回しながらこの場をね、仕切るところを見たいのよ、みんな。本当。そう。実際に会ったらどんな人なんだろうとかね。でね。確かに。ブログであんなにね、偉そうなことを言ってるのに。確かに。本当そうよ。お酒飲んでたって。いや、一本ビールも飲んで持ってたやつ、ずっとそれ持ってた。飲み切ってんのに。だからそれ以上持ってなかった。だから、なんか買いに行くのもないみたいな、俺買いに行ったらもう帰っちゃうかと思ったんですよだから買いに行かない方がいいって思った自分も、あ、なるほどね、だからもうずっとなんかあと金に飲んだかな、ずっとなんかとりあえずずっと同じビール持った記憶ないんだもん全然上の空全然上の空何飲んだか記憶ないんだ、ね、全然上の空やばいよね本当に、そうでさ、あとさ座っちゃうと結構移動できない、まあ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 、でもどう？よくない？そんなの、まあね、席があるわけでもないんだ、そっか、そのためにあの空間だったわけじゃん、だから僕が言いたいのは、まあ、みんなもう来るのも自由だし来ないのも自由だし帰るのも男児も自由、もちろん自由よ、だからなんか自分が楽しんでくればいいなって思っちゃう、なるほどね、そうで喋りたい人喋って水みたいに遊びたければ遊べばいいし、つまんなかったら帰ればいいしね、え、なんかそういう感じ、そんなこと言っちゃったら誰も来ないだからあれかも、あ、なんだ俺友達、友達いないいないと友達いない、友達いない人の発言、いない人なんじゃない、実はあのガチの陰キャだったなっていう、確かに実は友達いないパターン、いないパターンあるかもね、これそう、あんなにね、確かに妹で偉そうに外国人の友達の作り方とか確かに書いてるのかどうか知らないけど、確かに書いたことないかも、ああよかったよかった、実は友達作ったもん、作り方知らないとか、だから書けないんでしょ書いたことないんじゃなくて書き方がわからないんでしょ、なるほどね、いや次回じゃああれよ、だからみんな何したいんだろうね、そしたらそれをさ我々はさシューティーが企画すればいいし、次回はもうちょっとあの前もってね、あの募集してもいいかもしれない、ね、あ企画を、確かにそうそうそう、アンケート機能とか使ってね、インスタでもいいしツイッターでもいいし使ってね、確かに、なるほどね、そうそうそう、それでやるのがいいと思う。
やっぱりもうここまで来たら、もう、あの、聖夜のこの成長日記みたいなのがあるから。逆に。聖夜がどれだけこの、オーガナイズがうまくなっていくのかっていうね。俺やっぱああいうの苦手かなのかな。いや、得意なはずなんだよ。いや、得意だよね。だって、それこそね、あの、そういうさ、回しとかさ、ね、あの、聖夜の回しを見たことあるっていう人もいると思うけど。確かに。まあ、それこそ丸太で。うん。いると思う。確かあの時はね。そうそうそう。だから、あれ、なんかあの時からしたらギャップすごかったと思う。確かに。あれみたいな、あんなに。どうしたんだろうね、自分。偉そうにマイクずっと握りしめて。だから、いや自分がメインだと、ちょっと恥ずかしくなっちゃうというか、なんかその、なるほど。だからその、偉そうにしたくないんだよね。偉くないから。ああ、だからそれで言うと、もう十分街歩いてるだけ偉そうだ。そこはいいよ、もう。え、偉そうに歩いてるの？十分偉そうだから。本当？うん、マジか。だからね、その心配しなくていいよ。なるほどね。そうそう、やっぱり、千夜のその感じだったら、ちょっと偉そうにしてもらわないと、なんか足りない、うん、なんかそれでなんかかしこまってる感じとか、いやだ。ちょっとなんか、なんか尺に触るというか、あ、逆に？そうそうそう。何やってるんですかみたいな。そうなっちゃうから。じゃあもう両肩ぶん回していく。そうそうそう、両肩ぶん回すか、もう坊主にするか。近くない。坊主になって顔死んでたら終わってるね。そう。坊主だったらだって別にいいもん。その4時間半ビール1本でも。坊主だからそれは。あんなロン毛でカイバー履いてサングラスかけてビール1本。で、サングラスかけてるロン毛はキービー飲まないから。確かに。なるほどね。だから次回は SNS で募集しよう。企画を。こういうことやりたいとか、あればね。あ、だから例えばさ。でもそれ難しいよ。いやだから、例えばもう一回やってよとか言われたら、うん。じゃあもう一回やろうよ。ああ、そういうことね。でも、だからやっぱ言いにくいと思うよ。え、言われたでしょ、でも。また、うん。やってください。だし、この間来れなかった人とかも、ぜひ次参加して、うん。次いつあるんですかっていうか、いや、次は決まってます。これだから、あ、だから次決めよう。もう。だから次やるときはその次の回ももう決めておこう。やっぱり、あの、熱があるうちに、こうみんなのこの心を掴むのが大事や。なるほどね。熱冷めたんじゃない？みんな。冷めてない。冷めたというか、もうちょっとこう、もう、飽きられちゃった感じ？だからシューティー企画してよ。それで俺が行けたら参加するっていう形で。いやいや。ちょっと海遊び行くだったら行こうかな。それが出ちゃってたんじゃない？そのスタッフが。いや、出てたと思う。主催者やりたくないです。いや、だって言ったもん。だから僕は主催者じゃないよって。言ってたね、ツイッターで。そう。で言った、だってそういう思ってるの。主催者じゃないよ。みんなが主催。来た人がオーガナイザー。はい、みんなが空気を作る。それは難しいよ。難しいか。うん。何でもありになっちゃう、そしたら。なんかやっぱ外国人とかそういうのみんな、なんかうまいじゃん。うまいっていうかさ、なんかよくさ、なぜかっていうとね、そう、この間話したけど、うん、アルゼンチン人がね、僕の友達ね、いてね、みんなよくアルゼンチン人だけだと思ってるわけ。うん、ですごい楽しそうなの。はいはいはい。でさ、なんかやっぱさ、ちょっと日本人ってさ、日本人で集まるのにちょっと抵抗がある人とかもいるじゃん。僕前あったけどね。だからなんかそういうのが全く感じなくて素敵だなと思った。いや素敵だよ、あの感じ。そう、え、めっちゃいいじゃんと思って。だからね、日本人で、そうパッと思い浮かんだわけ。でもさ、まあ多分国民性的にもさ、自分からこうなんか呼びかけるとか人集めるとかってさ、やっぱちょっとやりたくないみたいなのもあるじゃん。なんか試しにツイートしてみたら結構反応良かった。いやだからみんな楽しんでたら楽しんでて、本当、うん、だからこれをどう思ってね、まあ、もちろんその国民性が違うじゃん、アルゼンチンと日本人、うんうん、だからどっちがいいどっちが悪いじゃなくてね、うん、日本人には日本人に合ったこう、そうだね、オーガナイズの仕方っていうのを考えていきたい。まあいい勉強になって、いい勉強になったっていうか、よかったね。そうだね。でもなんかもう終わらされてまんまなってなんかもうあの今回最終回でしたみたいな。ああ、最終最後の幻の雰囲気出てるけど大丈夫そう。大丈夫よ。やろうよ。やりましょう。楽しかったからやろうよ。ね。そう、前回来れなかった人もいるからね。そう。やりましょう。ただもっと、あれだね、なんかクラボックスとかでいっぱいお酒買っていけばいいんじゃない？
あね、あ、それもありだと思うよ。なんかやっぱ気使っちゃうじゃん、みんな。そう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 。なんかもう自由に飲んでやつって。そう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 。ね、それでも全然いいと思うし。ね。だ、あと女性がやっぱマルタ多いね。多いね。でもなんか女子同士の友達が出て嬉しいって言われてね、言ってる人も多かったからさ、うん、それが別に良かったんじゃない？ね。まあ、単純に女性の割合の方が多いんだろうね、来てるに、いる日本人。まあ、多いね。まあ、それをロンゲがオーガナイズしてるから、このミスマッチが起こるんだろうね。え？女性同士が多くて、女性のニーズにロンゲが応えようとするから、ミスマッチが起こるっていう。なるほどね。確かに。だから面白いかもね。女子会もやればいいしさ、男子会とか面白くない？確かにね。男子会絶対面白くない？男子会どうだろうね。面白いかな。絶対面白いと思う。ああ、そう。男子だけだったら行くみたいな人いそうじゃない？いや、いないか。そんなやついねえだろ。いないか。女子会は大丈夫。僕が女子会は大丈夫だと思う。俺があるからさ。うん、そうそう。シューティーやってよ。シューティーやってよ。そうそうそう。面白そうじゃん。そういうのも。あと、確かに、ね、何あとなんかさ。確かに、俗人なわけで行くって。そうそう。それよくない？ああ、いいね、いいね。いや、でもそれ、あれよ。あくまでも全体の会が定期的にあって、これなんか今逃げようとしてたよ。楽なところに居心地がいいところに行こうとしてたな今。確かに逃がさないわ。なるほどね。いや、なんかさ、いや、考えるのは面白いのよ、こういうの好きなのよ。だから今回はだから考えてきてたのが正解だと思うよね。それになんか、なんか勝手に自分が満足してないだけじゃん。確かに。そう。で、やっぱ自分の理想あったんだよね。でしょ、多分、うん。正解としては絵があったわけでしょ。うん。ちょっと違ったの。何が違ったの？いや、だから僕はもう完全にあのアルゼンチンのもうイメージしかないの。それもさ、あの動画で共有してる。ツイッターで先にさ、こういう感じ、こういう感じにしてくださいってさ、みんなに言わないとさ、それはできないよ。そう、できないか。できないでしょ、サンプルがないの。当たり前でしょ、そんなの。いやー、そっか。でもさ、別にさ、いいじゃん。みんながやりたいようにやる。俺のね、求めてるものをみんなが実現してよって、そんな僕はさ、監督じゃないんだから。じゃあ、よかったじゃん。よかったよ。だからよかったのよ。じゃあ、よかったのよ。そう。でもなんか。かみんながよかったらいいの。ああ、そうか。いや、みんなよかったけど、なんかあれじゃん、その本番が始まる前からブースが行ってたから急に回したけど。いや、だから自分のヘボさが分かった。ヘボかったのか、なんかあの、上の空だったのか、なんで上の空になっちゃったんだろうって感じ。あ、それちょっとさ、残りさ、あと4、5分ぐらいだけどさ、考えてさ、あのね、時間つなげて。あのね、多分これ僕、よく言わないけど、その、晴れていい天気だったじゃん。だ、海ってその好きじゃん。で、なんか、それが実現できないかもっていう時になった時に、結構やる気なくなっちゃう。あ、なるほど。自分がやりたいと思ったものがなんか実現できないなってなると、あの日で言うと海に入れないとかってこと？そうそうそう。例えばもともと海に入ってたからもう最高な状態なわけよ。そこから行くじゃん。で、海入れなくなるじゃん。海入れなかったわけじゃないけど、入ればよかった一人で。いや、だってこんなこと言ったらあれだけどさ、一人でずっとビール缶1本4時間半4時間半持ってるんだったら勝手にビーチ入っててもらった方がそれで自分の満足度上げてもらった方が、確かに会全体としては良かったよ。確かに。そう、勝手にセーブしてたでしょ。うん。だからもしかしたら一番アルゼンチン人の動画見なきゃいけないのはそれで言うと。なるほどね。そう、なんかだからそういう感じになっちゃったのかな、自分の中で。あ、だからもう海だから、もう海で遊ぼうよっていう感じだったから、メンタル。あれ、みんな私服みたいな。あれ、海の人いないみたいな。あ、だからちょっとあの海の表記が、俺はあのツイートを見て、みんなと同じ海を抱いたから、俺は革靴だし、長ズボン。あ、だからさ、あれでしょ、多分。海のイメージが違う。見る海でしょ。あ、だからそう。あの、これが結局、その、何、この品が出てるというか。海はやっぱり見るもの。あ、海は見るもの派だ。そう、私たちは見るもの派。あ、海入るもの派じゃない。入るもの派じゃないのよ。あ、そういうこと。あ、じゃあ、ハッシュタグ、今回は海見る派。あ、そう。今回海入る派。そう。それ必要だ。今回海に入りますと。うん。そしたら俺一人だね。多分開催しても、誰も来ない。そう。あ、それはそれでいいじゃん、別に。確かに。うん、本当にね、満足度高いでしょって。確かに。そしたら。いいのよ、それはそれ。はは。
いやいろいろいいね、振り返るのいいね、振り返るのいい、まあ、これ結構前からこの振り返りをみんなでやりたいあ現地でそう現地でそしたらさみんな結局みんなどういうことしたいとかあるわけじゃん。確かに確かに。いやこれさあの何十人も難しいよ、まあね、聞くのだからあれかもね、何人かにまた後日会って話したりとかするのがいいね、アフターこういう感じで、でもちろんそれはなんかいろんな属人の人をバラバラにバラバラに飲んでたりとかしても面白そうだし、その方がなさいろいろ言えるじゃん。またやりたいって言ってくればね、またじゃあやるよ。またやりたいよ。あ、やりたい、うん、ほんとやりたいよ、話しかったもん。ほんと、うん、そうだね、夏来ちゃうしね。そう、だから夏来ちゃうから今度は例えばね、あのもっと海に入るような感じでもいいし、わかった、ツイートの写真が完全に海入らない写真だった。あれチルだったじゃん、確かに。そう、あれをイメージするよ、イメージ画像あれだもん。確かに、いい、いい写真だったでしょ。いい、いや、そういうことじゃない、そういうことじゃない、いい写真だったからみんなあれ通りしたから。なるほどね。でさらに時間も16時、あ、夕方、うん、あ、これ入るやつじゃないな、はいはい、これがね、お昼とかだったら入るかもしれないなと思う。確かに、そう、だからあれの写真崖だしね。そう、絶対海入んないし、ね、絶対入んないじゃん、だって全員見てたもん海を。ああ、なるほどね。いや、それいいね。あ、そういう振り返りいいわ。じゃあ次回はそのイメージ画像をもうちょっと、確かにちゃんとしたイメージ画像、ちゃんとしたイメージ画像作ろう。なるほどね、いいじゃんっていう感じだね。じゃあもう一回やろう、やろう。だからこれはもうそうだね、あの今月でもいいし来月でもいいしね。いや、今月でしょ、だってまだスタマッシュ。そうだね。また週末にできれば。週末、やっぱ、まあ週末だよね。さすがに。週末じゃない。ね。いや、でもどうなんだろう。平日でもいいのかもね。学校終わりからも。あ、本当。学校何時まであるんだろう、みんな。夕方の人は夕方まである。夕方まである。平日は、平日は俺行かないよ。ちなみに。ちなみにね。なんなん、週末だよね。まあ、でも普通に週末だよね。そうだね。じゃあで、別にあんぐらい長くやってればさ、例えば仕事、夜仕事の日とかでもさ、昼、夕方来るとするんじゃん。俺はあの日だって夜仕事だったけど、そうだね。これだし。まあ、だから、そうだね。週末がいいかな。うん。で、ハッシュタグ、タートルネック会は、平日の夜。そうだね。それをやってもらって。おしゃれなバーとかで。ああ、いいじゃん。お酒たしみなりながら、ね。それもいいね。大人な会。それもいいんじゃない。それもそれでいいんですかね。うん。いいかもしれない。っていう感じで、今回はね、30分かけて、マルチ。いや、でもいろいろね、いいよ。そう、振り返りを。見えてきた、見えてきた。してきました。ぜひね、これまた本当に結構不定期なので、まあ、週末は週末だけど、どのタイミングやるかっていうのは、不定期なので。そうだ、やってくれればいいじゃん。他の人、いろんな人が、別に。いや、だから言ってるじゃん。で、そこに別に大暇だと行く。違う、行く。みんな今もう、せいやの成長見守ってるんです。これはもうせいやのその成長日記みたいなところがあるから、だからそのソーシャルメディアがやっぱいいなと思ったのは、繋がってない人でも来れるし、そう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 、あの日本当にびっくりした、あのなんかツイッターとかは見てるけど、あの話したことないとかっていう人も多かったし、逆にフォローとかもしてないっていう人もいたし、あれはね、そう、すごく楽しい。本来だったらさ、友達、まあ存在は知ってるけど、でもさ、誘いづらいとかもあるじゃん。ご縁気もしようとかさ。多分そうだね。この辺は特に誘いづらそうだから。そうそうそう、そう。だから。そう、オフラインとオンラインの融合はめっちゃ大事なんだよ。なるほどね。そう。だから、やるしかないんだよ。なるほどね。だから、また、次回の開催に関しましては、せいやのツイッターの方で告知させていただきますので、ぜひ皆さん。せいやと、あと僕もリツイートするので、あとマルタタイムズのね、アカウントもリツイートしてるので、まあ、その辺、フォローしてもらえればと思います。みんなはね、したらね、ソーシャルメディアでみんなからね、パーって広げたらさ、みんなしたからこの前8000もいったんでしょ。あ、本当、そうそう。ありがたいね。ね、ありがたい。本当にだから、今回ね、旅行でたまたま来てますっていう人もいたから、そういう関わり方ができるっていうのがいいよね。ね、結構一期一会だなと思ってあれ、ね、年齢も、ね、職種とかね、いろいろやってることもバラバラでね、いろんな話が聞けただろうから。めちゃくちゃいい会だったから。ああ、だから本当に、せいやはなんかいい会って思ってなさそうだから、あのとりあえず海に入れておくんで。会自体は良かったから。自分が、やっぱりなんか、あれみたいな。あれみたいな。ちょっとイメージ違うかな。まあね、イメージがね、やっぱちょっと違うのよ。生も一人の人間でしたと。そう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 。だから多分、もっと僕は、もっとフランクな、自由な感じで、みんながわー盛り上がったら、
いや、フランクで自由に盛り上がってたよ。あ、本当。ちなみに。あ、だから俺のイメージが全然違うってこと。それ全然違すぎる。それを感じるぐらい地に足がついてなかった。あ、そうだね。そうそうそう。俺いなかったかもしれない。多分いなかったわ。いなかったでしょ。多分結構何時間か多分いなかったよ。確かに。最初と最後だけいた。あ、そう。途中見なかったわ、俺。あれみたいな。いなかったわ。だから、みんなもびっくりしてたと思うから、みんなも今度はせいやと話したいと思うからさ。お願いします。しっかり。俺と話したい人いる？いるでしょ。いるのみんなだから、だから、なんでもいいんだけど、困ったこととか知りたいことあったら、シューティーに。聞いてって感じ。ああ、なるほど。そう、本当に重要な。俺多分そういうのは多分適してない。ああ、そういうことね。そうだね、確かに。なんかどこの海がいいですかとかなら答えれる。ああ、なるほど。他はもう全部シューティー。ああ、なるほどね。で、この間も言っといた。全部シューティーに聞いてください。勝手にね。全部シューティーがしてるから。そうね。だからまあその分こういうのは全部制約されて。あの皆さん。頑張ります。はい。ね、いやまたやろうよ。いやこれやるよ。やるんで。またやろう。はい、皆さんまた遊びに来てください。コメントとね、メッセージくれれば、こういうのがやりたいとかさ。よろしくお願いします。ということで、今回のモレットライズラジオね、以上お時間になりましたんで、はい。はい、YouTube と、ポッドキャスト、スタンド .fm、Spotify の方で聞けますので、こういう話聞きたいとかあれば、ぜひですね、コメントの方に書いていただければ、採用してお話ししていきますので、ぜひ皆さん、リクエストの方お待ちしております。はい。はい、ということで、以上で今日は終わりになります。また次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.